川崎人工島。川崎人工島は、神奈川県川崎市川崎区木島町沖 5km の東京湾に位置する直径 200m の円形の人工島である。自動車専用道路東京湾アクアラインのアクアトンネル建設及び換気のために造成されたものであり、通常は関係者以外の立ち入りはできない。ただし、アクアトンネルの避難ルートの一部となっており、対比用に、 ヘリポートと小型船舶専用の港を備える。東京湾に横断道路を建設する考えは、1958年に千葉県と木更津市他4市町村が建設促進の要望書を出すなど、昭和30年代前半には存在していた。昭和40年代後半の建設省案では、川崎側、木更津側各1、3を橋梁 その中間をチントンネルとするものであり、川崎側の人工島も現在の木更津人工島、海ホタルパーキングエリア同様、シ路でトンネル部と橋梁部を接続する構造となる計画であった。しかし、船舶高校領調査で川崎側の高校が過密であること、川崎側は木更津側に比べ水深が深く基礎の構築に多額の費用を要すると、羽田空港に近く、 川崎人口島131メートル、浮島53メートルの高さ制限があるため高い、主島を必要とする、吊り橋の採用も困難であることに加え、シールド工法の進歩から、1985年に川崎側に3をシールドトンネルとすることを決定した。1989年5月に起工式を実施、同年8月より、川崎、 木更津の両人高等部の会場と浮島町で地盤改良工事に着手した。本体工事は二重の円形に組んだジャケットと呼ばれる交換トラス製の構造物の間に厚さ2.8メートル、内径98メートル、延直方向119メートルの円筒形の鉄筋コンクリート製地中連続壁を構築し、内部の海水を抜き連続壁内側のジャケットを 撤去した後に内側を掘り進む工法が取られた。最下部まで掘削後、そこに厚さ0.5メートルの鳴らしコンクリートを打ち、人工1下部の骨格となる、重分割されたプレハーブブロックの据え付けを開始した。1993年11月14日、鳴らしコンクリート下の基礎採石層の水抜きパイプから水が噴き出しているのが発見された。 当初は1日2000トンなった出水は24日後には1日5000トンに達し人工島水没の危険が生じ始めた。1日1万トンの井戸水を注水し水圧のバランスを取り出水を抑える方法が講じられたがそれでも水位は上がらず12月2日には海水の注入が開始された。水圧のバランスが取れたところでセメントミルクや水ガラス系薬液での補修や ディープウェルの補強が講じられ、1994年3月7日から、再び排水を開始した。鉄部は、錆防止のため、真水で洗浄された。アクアトンネルは上下線2本のシールドトンネルで、構成され、浮島と木更津人工島から、川崎人工島方面、川崎人工島から、浮島と木更津人工島、各2台ずつ。 合計8機のシールドマシンで掘削される。川崎人工島には1300トンに分割された。シールドマシン4機がクレーン船で搬入された。その発進地点として、地中連続壁の撤去が必要となる。当初はジャイアントブレーカーで壊す予定でいたが予想以上に強度があり、厚み2.8メートルのうち2.6メートルを葉っぱで壊し、残りを ジャイアントブレーカーで破壊する方法が取られた。1994年8月より、掘削開始、1996年8月までに完了した。そして東京湾アクアラインは、1997年12月18日に開通した。12度傾斜した大小2本の円筒形の塔で構成された筒、換気塔で90メートルの王塔は、 アクアトンネルへ外気の吸気75メートルの消灯はトンネルからの排気の役割を果たす。東京湾上は年間を通じて風向きは南北方向であることがほとんどで、2本の塔の間を風が抜けることでベルヌーイの定理により効率的な換気ができる。大塔は現地で鉄骨が組まれたが、消灯は下部1800トン、上部600トンに分けて、 陸上で施行された。当のデザイン決定には、平山郁夫と住川貴一が携わり、羽田空港を発着する旅客機からの景観や船舶からの視認性を高めるため群青色と白色の幅10メートルの横ストライプのデザインが採用された。表面は幅3.3メートル高さ5メートルのプレキャストコンクリートパネルで150ミリメートル角の タイルで仕上げられている。塗装には、耐腐食性に優れた、フッ素樹脂塗料及び、エポキシ樹脂塗料が使用されている。海中部分は工事の際の足場を空いてそのまま残しており、万が一船舶が衝突した際に干渉剤として機能するようにしている。また、塔本体が波しぶき等で錆びるのを防ぐため、わざと塔から少し離れたところに、防波板を設置し、 水中洞窟のような空間を作っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。